はい、皆さんこんにちは、石川でございます。今日は岐阜県の関市の、俗に言う関観光ホテルの裏なんですけれども、ここはね、ツーリングするっていうような場所ではないんですけど、単純に駐車場が、無料で使えて、水もすごく綺麗で、で、名古屋からもアクセスがいいっていうことで、結構最近はサップやる人もすごく、増えてきて人気の場所になっています。駐車場開けるかな。サップやってる人多いですよね。駐車場は観光ホテルの裏の方がいいかな。あの手前の方は裏が民家だから、ちょっとね、電動ポンプとかやると品種効果買うかなと思うんですけど。はい、ということで到着です。厳しいですか今日。そう言われたら行ってみたくなるな。ここは流れが速いな。速いな。ここまっすぐ乗せて。水量多いっすね。ダメや、上がらん。バーサーフィンコップ。じゃあ、あっちの端の方行こうと思います。やってる人多いんですよね。ここ何がいて、やっぱ水質がいいんで、なんだろう、エントリーしてもそこがすぐ切れて、やっぱり嬉しいですよね。やっぱり流れがあるんで、下りは楽なんですけど、上りがちょっと大変です。ちなみに最近 LINE のオープンチャットで東海タップっていうオープンチャットがあるんですけど、ここの知り合った人たちと何人かと一緒に来ています。おはようございます。ちょっと下流行ってきます。よっ、よいしょよいしょ。とりあえず橋は行かないとね。よし、この辺も下つけてるの見えますかね。そこそんなに深くないので、この辺りは。はい、なんとか橋の下まで来ました。橋の名前も知りませんね。
左側に見えるのが、あの、鵜飼の船ですね。で、あとは、こっから、下の方は、あの、一番、今、向こうの橋の手前の方は、アユの釣りをしてる人たちがいたりするので、あの、まあ、行ってもせいぜいあそこまでかなという感じにはなってます。はい。で、流れがあるので、下流行っちゃうと戻るのが大変なんで、はい、戻ります。よいしょ。これね、下るのは楽なんですけどね。戻れるの？どうしよう。一番淵まで行こうかな。これちょっと真ん中は流れがあるんで、淵から頑張って上がるのを試みたいと思います。思った以上に流れが速い。これ上がるの結構大変マジで。なかなかのハードトレーニング。疲れる、マジで。ああ、綺麗ですな。いいなぁ。そう、最近ね、お気に入りなんですよ、ここ。めっちゃ綺麗じゃないですか。超気持ちいい。よいしょ。水だよね。もうほほーんって漕いでるとね、ちょっと幸せな気分になります。いや、多分、いや、僕だけじゃないよね、きっとね。なんでこんなね、岩場の清流って綺麗なんですかね。通ってるかな。多分これをいいなって思う感覚って。宝石系が綺麗だと思う感覚と、まあ、一緒なんですかね。わかんないけど。ということで、ここが、長良川の、関観光ホテルの裏の紹介になります。皆さん、良かったなと思ったらまた、はい、ぜひ来てみてください。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。